金プリ脱退一年後の衝撃。ナンバーアンダーライン愛が世界を揺るがす成長の軌跡とは中国進出間近。ナンバーアンダーライン愛が描く新たな挑戦とその可能性を探る。2023年5月22日、平野章、元ン・ユタ、神宮寺ユ太タがキングプリンス、金プリを脱退して一年が経ちました。その一年は、 彼らにとって新たな旅立ちと挑戦の連続でした。現在、彼らはナンバーアンダーラインアイとして活動を展開し、その軌道に乗ってきています。新たな活動の中で彼らはどのように評価されているのでしょうか昨年10月にグループを結成したナンバーアンダーラインアイは、今年1月に g o トで配信デビューを果たし、その後も CDTV ライブ、ライブやミュージックステーションなど、 数々の音楽番組に出演している。さらに、4月14日にはアメリカで開催された、コーチュラバレーミュージックアーツフェスティバル2024にも特別ステージで出演し、大きな注目を集めた。このように、新しい環境での活動が波に乗っている3人だが、特にその中でも平野章、ガンユータ、神宮寺ユータの評価は高い。あるレコード会社関係者は、 ナンバーアンダーラインアイのゴートは激しいダンスとラップが特徴で、キンプリ時代の王子様イメージを覆したと評価している。ミコゼたらずでアメリカの音楽イベントに出演するなど、そのスピード感と勢いには驚かされる。彼らがキンプリを脱退した理由の一つには、海外志向の強さがあったことが明かされており、目標に向かって着実に歩み出しているのが伝わってくる。特に注目すべきは、 神宮寺優太のスキルアップだ。ミュージックステーションで披露された新曲、ボンでは、その成長が顕著に現れている。ある業界関係者は、金プリ時代の神宮寺さんは、ダンスの動きが少々硬い印象だったが、ゴートやボンではキレのある動きと独特の存在感に驚かされた、と述べている。この変化は、神宮寺が特に練習を積み重ねた成果だろう。さらに、今後の展開としては、 中国進出の可能性が高いと言われている。ナンバーアンダーラインアイが所属する芸能事務所、トベの社長、滝沢秀明は最近、中国での活動を活発化させており、四川省の音楽フェスティバルや中国の SNS、ウェイボの運営会社を訪れるなどしている。ナンバーアンダーラインアイは、トベの中でも勢いのあるアーティストであり、滝沢は3人を中国で活躍させようとしていると推測される。 このように、ナンバーアンダーラインアイは新天地での成功を収め、さらに中国進出という次なるステージに進む可能性がある。もしこのプランが実現すれば、彼らの活躍はますます広がり、音楽業界に新たな風を吹き込むことになるだろう。私自身、彼らのこれまでの歩みを見てきて、その成長と変化に感銘を受けている。特に神宮寺雄太の努力と進化は、 私たちに大きな勇気を与えてくれる。彼の変化は、どんな困難も乗り越えられることを示している。ナンバーアンダーライン愛の未来はまだまだ未知数だが、彼らが次にどのような挑戦をし、どのように成長していくのか、非常に楽しみである。彼らの音楽とパフォーマンスが、さらに多くの人々に感動を与えることを期待している。これからのナンバーアンダーライン愛の活動に注目し続け、 彼らが新しいステージでどのような成功を収めるのかを見守りたい。そして彼らの進化と挑戦が私たちにも新たなインスピレーションを与えてくれることを期待しよう。あるレコード会社の関係者はナンバーアンダーライン愛の活躍ぶりを次のように評価しています。ゴートは激しいダンスとラップが特徴的で、金プリ時代の王子様イメージを覆したと思います。 配信デビューからわずかミコゼでアメリカの音楽イベントに出演するなど、3人の挑戦する姿勢が伝わってきます。旧ジャニーズを辞めたタレントの中でも、彼らのスピード感と勢いは突出していますね。ヘイヤラは金プリを脱退する理由の一つとして、海外志向の強さを挙げていました。新たなステージで、彼らは目標に向けて着実に歩み始めています。 特に注目されているのは、神宮寺優太の成長です。ナンバーアンダーラインアイは、ミュージックステーションに出演し、平野がプロデュースした新曲、ボンを披露しました。そのパフォーマンスでは、神宮寺の驚くべきスキルアップが見られました。金プリ時代、神宮寺は平野や騎士に比べてダンスが少々固く見える印象がありました。しかし、ゴートリボンでは、 神宮寺のキレのある動きと独特の存在感に驚かされました。彼は脱退後、特に練習を重ねたのではないでしょうか、とレコード会社の関係者は語ります。今後、平野、岸、神宮寺はさらなるステージに進む可能性があります。業界内では、ナンバーアンダーライン愛が中国進出を目指しているのではないかという噂があります。彼らが所属する芸能事務所、戸辺の社長。 滝沢秀明は最近中国での活動を増やしており、ナンバーアンダーライン I を中国市場に進出させる計画があるのではないかと考えられています。もし中国進出プランが実現すれば、彼らにとってさらなる追い風となるでしょう。とレコード会社の関係者は期待を寄せています。ナンバーアンダーライン I の3人は、金プリからの脱退を経て、新たな挑戦と成長を続けています。 彼らの目覚ましい活躍は、ファンや業界関係者から高く評価されています。今後の中国進出の可能性も含め、彼らの未来には大きな期待が寄せられています。ガン・ユータは、常に新しい挑戦を追い求める姿勢を見せています。彼のエネルギッシュなパフォーマンスと情熱は、ファンを魅了し続けています。騎士は、自身のスキルを磨き続け、 グループ全体のパフォーマンスを引き上げるために尽力しています。彼の成長は、ナンバーアンダーライン愛の未来に大きな希望をもたらしています。神宮寺雄太の飛躍は、ファンや業界内で大きな話題となっています。彼のダンススキルの向上は、ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスをさらに魅力的なものにしています。神宮寺の努力と決意は、彼自身だけでなく、 グループ全体の成功にも貢献しています。彼の成長は今後の彼らの活動において重要な役割を果たすでしょう。ナンバーアンダーライン愛の未来は彼ら自身の努力とファンの支えによって築かれていきます。彼らの中国進出の可能性や新たな音楽ジャンルへの挑戦など期待と希望に満ちた未来が広がっています。彼らの旅はまだ終わりを迎えておらず、 これからも多くのサプライズと感動が待ち受けています。ナンバーアンダーライン愛の物語は彼らの挑戦と成長を通じて私たちに多くの教訓とインスピレーションを与えてくれます。彼らの努力と情熱は私たち自身の生活にも多くの影響を与えています。彼らの物語を見守りながら私たちも自分自身の挑戦に立ち向かう勇気を持つことができるでしょう。 あなたも彼らのファンとして、この素晴らしい旅の一部になりませんか彼らの次なるステージはどこに向かうのでしょうか彼らの未来に何を期待し、どんな物語が待っているのか、共に見届けましょう。彼らの成功と成長を応援しながら、自分自身の人生にも新たな挑戦を見つけていきましょう。最後に、あなたに問いかけます。 あなたはナンバーアンダーライン愛の未来にどんな期待を寄せていますか彼らの挑戦を通じて自分自身にどんなインスピレーションを得ていますか彼らの物語を通じてあなたも新たな挑戦に挑む勇気を持つことができるでしょうかこの物語の続きを一緒に楽しみにしていきましょう。